スティーブン・ディルリーはアメリカ合衆国の職業軍人であり、南北戦争では南軍で最も若い中将になった。戦後はミシシッピ州の農園州、議会議員及びミシシッピ州 A&M 大学の学長を務めた。晩年はアメリカ連合国古参兵会の総司令官も務めた。リーはサウスカロライナ州の歴史の中でも結出した家柄の出であり、チャールストンで生まれた。 1854年に陸軍士官学校を卒業し、第4がアメリカ砲兵連隊の中尉として7年間、勤めた後に、出身州がアメリカ合衆国から脱退した1861年に除隊した。リーは大尉としてサウスカロライナ州民兵隊に入り、1861年3月に南軍砲兵隊に転属となり、 PGT ボーリガード巡賞の副官とチャールストンの軍隊の総務局長補になった。1861年4月11日、リーはサムター要塞の北軍ロバート・アンダーソン少佐に要塞明け渡しを要求するボーリガードの最後通帳を届けた。アンダーソンはこれを拒否し、南軍が要塞を砲撃し始めて要塞は4月14日に陥落し、 南北戦争が始まることになった。リーは1861年を遅くに、ジョセフ・ジョンストーン将軍の軍隊で、ハンプトン・リージョンの警報兵隊を指揮した。1862年3月には中佐に昇進し、間もなく来たバージニア軍で、ラハイエット・マクローズ少将師団の砲兵長になった。この師団とまたジョン・マグルーダー巡将の下でも、半島方面作戦と7日間の戦いを戦った。 1862年7月9日に大佐に昇進し、ジェームズ・ロングストリート少将軍団で、砲兵大隊の指揮を取った。ロングストリートの下では、第二次ブルランの戦いとアンティータムの戦いに参戦し、アンティータムでは有名なダンカー協会近くの陣地を守る時に結出した役割を演じた。リーは1862年11月6日に、順将に昇進し、 ミシシッピ州、ビックスバーグで、ジョン・シーペンバートン中将の砲兵隊式を取るよう命じられた。その後、カーター・スティーブンソン少将師団で一行旅団を率いた。リーはそこで絶大な信頼を得て勤務し、チャンピオンヒルの戦いでは肩を負傷し、1863年7月に、ペンバートンがユリシーズ・グラント少将に降伏するまで、ビックスバーグにいた。 リーは捕虜になったが、すぐに仮釈放され後の10月13日に捕虜交換の対象となった。この捕釈期間の8月3日に少々に昇進した。リーの専門は主に砲兵だったが、どの兵かでもこなし、時には、騎兵隊を指揮したし、南西戦線では騎兵隊指揮を任された。1864年2月、その限られた勢力でメリディアンの戦いで、 北軍ウィリアム・シャーマン少将軍の進行を妨げた、後、レオニダス・ポーク中将の代わりに、アラバマ、ミシシッピ及び東ルイチアナ方面軍の指揮官に着いた。1864年6月23日、ジョンベルフット中将が、テネシー軍指揮官に昇進し、D ーは南軍では最も若い中将になった。D ーの指揮官にあったネイサン・ベッドフォード・フォレスト少将の部隊が、 ブライス交差点の戦いで大勝利を挙げ、ジョージア州のシャーマン軍を支援する補給線をひどく脅かした。リー個人はフォレストを支援したが、南軍の複合軍がトゥーペロの戦いで、北軍アンドリュー・ジェイ・スミス少将,将軍に敗北し、シャーマンの補給線は確保された。一週間かそこら後にリーは、アトランタ周辺で戦うテネシー軍の下、フットの軍団長を任された。 これでリーは、軍隊の全兵か、砲兵、騎兵、及び、不評の上級指揮官を経験した数少ない者の,の一人となった。アトランタ方面作戦では、エズラ協会の戦いや、ジョーンズバラの戦いに参戦した。続いて、フットに従って、フランクリン・ナッシュビル方面作戦に進み、第二次、フランクリンの戦いやナッシュビルの戦いに参戦し、 その後改装した南軍で部隊をまとめ上げ手中に置いた。スプリングヒルの戦いでは足を負傷したが組織だった。後衛が危険を脱出するまで指揮を諦めなかった。傷が回復したリーはカロライナ方面作戦を戦うノースカロライナ州のジョンストン将軍の軍隊に加わり、1865年4月、ベネットプレイスでジョンストンと共に降伏した。戦後、 リーはその妻の出身州であり、戦争中もそこでかなりの帰還式を取ったミシシッピ州に入り、農園経営に没頭した。1880年から1899年はミシシッピ州 A&M 大学の初代学長を務めた。州上院議員を務めた後にアメリカ連合国体役閉会の活動的会員となり、その死の時は総司令官だった。リーは 女性の権利促進に貢献し、歴史について書物を表し、またビックスバーグ戦場跡の保存に尽くした。リーはビックスバーグで死にミシシッピ州コロンバスのフレンドシップ墓地に埋葬されている。リーはビックスバーグ国立軍事公園の彫像やミシシッピ州立大学ドリルフィールド中央の共像で記念されている。ビックスバーグにある南軍退役兵の息子たちの スティーブン・ディリー中将キャンプ第545号やカレドニアのスティーブン・ディー・リーカレドニアライフルキャンプ第2140号はその栄誉を称えて名付けられた。ありがとうございます。